9月20日の星座別運勢ランキング第1位獅子座、太陽の光が導く栄光の道。獅子座のあなたには太陽の光が降り注ぎ、周囲を圧倒する魅力が溢れ出す日。自信に満ちた行動が運命を切り開く鍵となる。新たな挑戦が待っている。ラッキーアイテム、ゴールドのアクセサリー。華やかさを身にまとい運気を引き寄せる。第2位牡羊座、情熱の炎が燃え盛る時。牡羊座のあなたは情熱的なエネルギーに満ち、思い描く未来に向かって突き進む日。新たな目標が見え、仲間とも良い協力関係を築ける。ラッキーアイテム、赤いスカーフ。情熱を象徴し、行動力を高める。第3くらい手座、冒険の扉が開かれる瞬間。いて座のあなたには、未知の世界への扉が開かれる予感。新しい出会いや経験が、あなたの視野を広げる。心を開いて、新たな冒険を楽しんで。ラッキーアイテム、地図やガイドブック。新たな発見への好奇心をくすぐる。第4位天秤座、調和が生む美しい関係性。天秤座のあなたには人間関係が円滑に進む日。周囲との調和がより深い絆を生む。大切な人とのコミュニケーションを大事にして。ラッキーアイテム、美しい花束。感謝の気持ちを表し運を引き寄せる。第5位双子座、知恵とコミュニケーションの風が吹く。双子座のあなたは知恵が冴え渡り、周囲とのコミュニケーションが活発になるとき、新しいアイデアが生まれ、想像力が炸裂する。ラッキーアイテム、ノートとペン。ひらめきをメモすることで、運気を高める。第6位カニ座、感情の波を乗り越えて。カニ座のあなたには、感情的な波が押し寄せるかもしれないが、それを乗り越えることで成長のチャンスが待っている。心の声に耳を傾けて。ラッキーアイテム、アロマキャンドル。リラックスし、心を落ち着ける手助けをする。第7位乙女座、実行力が未来を切り開く日。乙女座のあなたは計画的に物事を進めることができる日。細かな点に気を配りながら着実に目標達成に近づく。自己管理が鍵となる。ラッキーアイテム、手帳。目標を明確にし行動につなげる。第8位ヤギ座、忍耐が実を結ぶ兆し。ヤギ座のあなたには忍耐強さが求められる日。成果が見えにくいかもしれないが、努力が確実に実を結ぶ時が近づいている。ラッキーアイテム、石のペーパーウェイト。安定感が運気を支える。第9位サソリ座、内なる探求が進む時。サソリ座のあなたには内なる自分を探求する時間が与えられる日。深い思索が新たな発見をもたらす。静かな場所で自分と向き合ってみて。ラッキーアイテム、日記帳。思いを言葉にすることで心の整理ができる。第10位水瓶座、独自性が試される瞬間。水瓶座のあなたには独自の視点が求められる日。周囲と違った意見を持つことがあなたの強みとなる。自信を持って発信して。ラッキーアイテム、クリエイティブなアート用品。自由な表現が運を呼び込む。第11位牡牛座、安定を求める心が試される日。牡牛座のあなたには安定を求める気持ちが強くなる日。しかし変化を恐れずに受け入れることで新たなチャンスが生まれる。ラッキーアイテム、お香。リラックスし心を開く助けをする。第12位魚座、流れに身を委ねるとき。魚座のあなたには流れに身を委ねることが求められる日。強い意志を持って進むよりも柔軟に対応することで運が明けることを覚えて。ラッキーアイテム、水の入ったボトル。流れに身を任せリフレッシュする。